京都府田さん、他の皆さんのリクエスト、高校3年生。赤い夕日が校舎を染めて、揺れの木陰に弾む声、ああ高校3年生、僕ら離れ離れになろうと思う、頭はいつまでも土曜日、僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物私は旅に出ます、あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった、あるまだ浅い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています、その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうに私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの朝さに号で、私は私は